こんにちは。YouTube がね最初に買収された時って、まあ、そのなんか影響力っていうのかなどうなるかってことはあんまり想像できなかったんですけどもまあでもねこういった動画,動画投稿サイトでも売れるんだなっていうふうに感じたことは感じたんですよでその後で動画投稿サイトなんていくらでもできるのになんでその中で YouTube を選んだのかなっていうことをまあ考えることになるんですけども、まあ、その理由はもう今答えとなって出てますよね。 あのユーザーが無限に動画アップロードできることとかそれから YouTube っていうタイトルの付け方の上手さですよねロゴも良かったんだと思いますそれがいろいろと積み重なっていってどこに置いても隙がないような YouTube っていう一つの動画投稿サイトを作ったことに対しての買収金額なんじゃないかなと思うんですよいろいろ整っていても YouTube っていうタイトルを付けられなかったりね 例えばトムビースエージェンシーみたいな形だったら多分ねうまくいってなかったと思うんですよ。だいいた創業者の名前とかを事業につけるところってだいいうまくかかないんですよねうんだからその商売をする時にタイトルをつけるっていうキャッチコピーなんでしかも結構ね永遠に使うタイトルなんで、うん、その看板が。 何を扱ってるのかってことを想起させるものじゃないとなかなか難しいですよねその中で「あなたのテレビ」っていうねその YouTube っていう言い方っていうのは、まあ、まさに短くて「管理してよう」多くの人の心を捉えてやまなかったんじゃないかなと思いますよね。でまあ YouTube の動画の一番最初のはねどゾウさんの前で喋ってるみたいなのがありましたけどあれもなんか最初の動画ぐらい見ておくかっていうニーズはまあ高いでしょうね。うん、今となってあの動画以上に人気な動画も数々出てきてるってところもありますけども。うん、だからルーツを知る っていうことななのか今日はねあのシルベスター・サロンがねいろんな映画を撮った中で、えーまあ、これはオフレコで言ってたことなんですけどもあの人間っていうのはみんな人それぞれの公式を持っているっていうんですよでその公式から逸脱した時に大成功もしくは大失敗をするっていうふうに言われてましたねだから基本的には人間の行動って毎日毎日同じようなことをしてるんですよで同じようなことなんだけども適度に逸脱してるんですよね だから同じことをコツコツできるっていうのは同じことをやる能力が必要になってくるしで全く違うことをやろうと思ったらそれは逸脱する能力と度胸がいったりするんですよねだから適度に同じなんだけど適度に違うっていうねなんかそのブレがすごくあるんだろうなと思いますよね人の毎日の行動には同じ時間にやろうとしても同じ時間にできないとか同じ分量やろうと思っても同じ分量にできないとかそういったことなんじゃないかなと思いますでそれでねえっ、ー、とね随分前なんですけども あの人間の公式いわゆるセオリーってものが人それぞれあるからこそ人は勝利もできるし敗北もできるってことのすごくいい例があったんで、うん、何度かねあの教育レッスンの中に入れたことがあるんですけどもそれはマージャンが分かる方にはマージャンで例えるんですよでマージャンの中にも確率論とかセオリーってあるんですよねでそれを多くの人がやるんですよだからこそ勝てるっていう、ね、多くの人がこのセオリーを使ってきてるんだろうなとかこの確率論を用いてきてるんだろうなっていう兆候がもう全てのプレイヤーに出るわけですよ だからみんな確率の高い方とか手が速い方とか高いのができる方向を考えてるんでもう何ですかね手に取るように分かるわけなんですよねそこから逸脱しないんで単純に言うとみんな確率の高い方を狙ってくるんですよだから攻略しやすいんですよねでそこへ行くとその同じマージャン漫画で赤城っていうねなんかこれは創作物で漫画があるんですけども赤城っていうのは確率の低い方ばっかりやってくるからほとんどの人がもう。 期待を裏切られるんですよね読者の期待も裏切れますよ。確率の低くてほとんどゼロだろうっていうところを最初から狙ってるみたいな、そんなシーンばっかりなんで、あの最終的に赤木が勝つからこそ、すげえなと思えるんだけども、大抵の場合こんなことリアルでやってったら、全敗北してね、もう物語にもなんないだろうなと思うんですよ。でもまあ、唯一合ってるなと思うのが、多くの人が勝つための戦術を持ってくるから、セオリーを持ってくるから、確率を持ってくるから、論破しやすいっていうかね、戦略的にはこう、 なんかあ凌駕しやすすいってところですよねもうそれがねあの麻雀に限らず人間関係にも見えるんですよ自分の思い通りにやろうとすればするほどそれを崩すのが簡単というかね単純な同じような思考にみんな巻き込まれていくんであのあいわゆるね常識破りな発想っていうのはほとんどの人が持てなくて持っててもそれは実行できないっていうね精神力の弱さがあるんでスタロンが言うようにあの公式から逸脱した時に。 まあ大失敗とか大成功するっていうことなんですけどもその YouTube を最初に買収した時ってのも,も同じようなことがあったんじゃないかなと思うんですよ、うん、その YouTube ってものを作った人ってのはそれが Google に行った方が社会的意義があるとか何とかっていうのは、まあ、これは聞いたことがないんで分かんないですけどもでも YouTube っていう単独の会社をずっとやってた方がいいっていうような発想にはならなかったわけなんですよねでもきっと YouTube っていう会社を単独で買収を受けずにやっていたら多分 Google が YouTube という仕組みを作ったでしょうね YouTube じゃない YouTube みたいなのを Google が独自に作ってそして YouTube っていうもともとのやつはどんどん廃れていくみたいなね場合によっては YouTube の方に広告が流されなくなったりとか Google で検索させないようなねあの <laughs> 仕組みを作ったりとかしててんやわんやになったんじゃないかなと思いますそういう意味で言うと結果的に YouTube をバイアウトした2000億円バイアウトしたっていうのはあらゆる方面において良かったということが言えるんではないかと思います だから他のアプリとかも人気になったり、YouTube がね、どんどん買収してったりとかしてるわけなんですけども、まあそういうふうにした方がいいのかなってところでしょうね。ただ弊害も出てきて、その、Google とか YouTube が連動して、情報統制をすると、それがすごくうまくいくってことなんですよね。<laughs> うん、みんなだから、あの、テレビとか、 ラジオとか新聞を否定して検索、インターネットに頼るけども、インターネットが Google とか YouTube 独占してるわけですからで、そこでも情報操作が行われていて、えー、しかも、そのテレビメディアや新聞とかね、雑誌を作る人も結局は検索して YouTube や Google から値段を拾ってきてるって意味では、別にどっちを見ても一緒なんだろうなと思うんですよ。受け取った人が何を考えて、どういうふうな思考パターンを構築するかが全てを変えるわけであって、受け取った情報をそのままね、あの、大したあの変化もなく受け取る。 そして情報発信につなげていく時に工夫ができる付加価値をつけるってことができない限りはまあね本人は違う発想を持っているようでもほとんどその誤差の範囲にしか人は存在しないってことが分かっていればその誤差の外からいかようにも料理することができるのかなと、まあ、情報処理それからコンテンツ事業提供事業をやってる私たちとしてはそこがまあ狙い目なんでしょうねきっとね。 行ってらっしゃい。